7月7日七夕、この日も軍団の朝は早い。7月、はい、7日です、はい、日本で一番パチンコ屋に人が集まる日ですよ。そうですね、すごいですね。もう1000人ぐらいいますね。結構早めに並びましたけど、もう勝ったようなもんですよ。そりゃそうですよ。言える？勝ったようなものなんて松見ならんす。初期初期の考え。早くも勝利を確信する軍団構成員クリーとキャミー。本日は立川から相模原に移動しました、はいはい、プロみたいな人多かったじゃん、うん、だからもうこっち移動してきたんですよ、はいはい、やっぱね軍団はな動かないと。でもこれ抽選次第ではパチスロー打てないですよ。確かに。辰巳出版の織姫と彦星、再びパチスロフロアで再会できるのだろうか。これさ、そっか、クリーを写そうとしても、うん、映ってます。あ、私に、ま、そう、私に来るんだ。これ今カメラに楽しんでる、あのあれじゃない、もう始まる戦場なんだよ。ここが今一番の戦場なんだよ。カメラ置け、お前もうカメラ、抽選に集中しろ。キャミーです。抽選に集中しろ。行くぞ、はい、行くぞ、はい、行くぞ、はい、ほら、はい、始まるぞ。次行きます。ここだぞ、行くぞ。どーん、ガーッ、やばい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 、無理だ、ガーッ、もう無理です。終わった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 、本当に終わりました。え、いやいやいや。まあでももう入ってみるしかないよね。だ、前見たく多分悪態は空いてると思うから。僕はでも今2連敗してるから、うん、キャミに全部出してもらってて、僕は何も言えないです。一回行ってみて、はい、もうどうしてもないってなったらパチンコ行こう。もうそこは、はい、しょうがない。ちょっと本当は軍団スロットをね、フィーバークイーン、フィーバークイーンじゃ勝つ気ない。フィーバークイーンに失礼だろ。フィーバークイーンだって勝てるだろ。新天地で気持ちを入れ替えるクリーとキャミー、この夏新たな冒険が始まる。でも今日はさすがに勝たんと。3度目の正直。その前のね、番組の時からも勝ち始めてて、この番組に関してはかなりね調子はいいんで、私。よし、行こう。よし、さあ、入場。とりあえずパチスロ行って、最悪パチンコ行こう。いや、これパチスロ開いてないな。開いてたら取るけども。銭形もダメ。ダメ。もう何もかもダメ。からくりもダメ。入っておりません。クリーの実況を聞きながら今入っておりますけど、何も空いてないと言っております。いやいや、絶景だけ空いてる。絶景は無理だ、私絶景は打てない。もうダメだ。そうですね、空いてない。ジャグラーか絶景か。最悪俺は松見ならあったら座ろうと思ったけど。はいはいはい。こっちは、ああ、ハッピー。ハッピーはまだ全然空いてるけど、やっぱ7は座られてますね。でしょ。いや、そうなのよ、はいはいはい、ジャグラーもさっき見たら7は座ってたのよ。そっかそっかそっか、まあ、本当に穴勝ちなのよ。パチンコ行くべ。いや、だってこれもう開かないもんね。あ、北斗さんも結構意外とあるな。面白いですからね。俺は好き、私も好きです。RE、 いや、このお客さんの好き具合はちょっと気になる。ちょっとね、あ、そ、中2台空いてますよ。ありだね。パチスロもちょっとした情報だけど、前代系のとかあるらしいですよ。なんかね、そうだ、聞きましょう、私も。だから、多分パチンコもそういう風に考えたら、うん、あれじゃないですか。だって普通に考えたらリゼロの方が埋まるはずなのに空いてるから、こっちの方がいいってことです。いや、いいと思います。行きましょう。軍団員の参考になるよう、今回からこの男を設定状況の解説役で投入。今回から、末端情報員として入りました、天草磯です。なので、ちょっとその末端情報員の立ち位置から実践してる2人に対して、こうじゃないか、あじゃないかっていう、こう、なんでしょう、答え合わせじゃないですけども、ご指摘をしていこうと思いますので、まあ、その辺も楽しく見てもらえたらなと思います。さあ、じゃあ、北東無双 RE ですか。そうです。まあ、僕らパチスロ狙ってましたけど、はい、まあ、これ今日はしょうがないです。そうですね、800後半、1000人ぐらいいたのでね、はい、
わいいっすねこの台。そうですね、うん、まだ打ち始めて私は間もないですけど、打ち始めて嫌な台ってありません、うん、ありますもうわかるでしょ。あやった当たった当たった。しかも赤字の50秒、赤字の50秒、これは熱い。しかもこれは熱いね、当該じゃないところで先になってるっていうところがまた北斗無双500円です。さすが。疑似霊挟んで3回目だと思います。まだ3回目で真剣、うん、本当は掛け2とかね欲しかったですけど、まあまあ掛け3で、これ普通に俺当たると思ってる。掛け3で普通に覚醒だと思います。掛け3、まあね、なんかそこはちょっともうちょっと本当はすごいの欲しかったけど、まあいいや、ね、追加なんないかな。なんないですね、うん、緑ショックか。まあでも赤堀だからね、うん、出だしから赤堀はいいですから銀まで行こうよ。ああ。あらちょっと落ちない、一挙に弱くなったな。逆にじゃないのこれ。いや逆にないんすよこいつは。赤ご覧のあれあらちょっと君なんか弱いな。でももうそんなこと言ってる場合じゃねえな。あれなんでいやこれ弱いよ、チャンスアップもないですね。いや弱い、え、なんで出だしだけ。あ、でもそこ一応赤字だから、まだワンチャンワンチャンって言って。いや最後にこれで、あ、行ったわ。あるあるある、大丈夫、これ行った。急になんかダメだったり良かったり。逆にだよ、行ったよ。いやでもそこはちょっとね安心かも。大丈夫、うん、大丈夫。ゲッよし、やばい500円、5回転すごすぎる。これは今日お返ししますから。あ、お願いします、ぜひとも。これでも 50% だよね、そうですね、 50% で確変、はい、ラッシュ。いや、これはいいぞ。ここな、ここなんだよな、結局最初のここなんだよな。うわ、すごっ。お、なってくれ、誰か出てきて、誰頼む、止まって、バーチャ、戻れ、オッケー。まあ下つくんでね。そう、そこでやるしかないですね。そう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 。うわもったいない。でもすごい、朝一から菊編入れて決めたかったっていうのはね、そうそうそう、あるけどね。そうそうそう、出玉作ってね。まあでもまあいいっすわ、言ったってもうしょうがねえかな。そうね、まだわかんないし。でもやっぱこの台はいいよね。うん、いいですね、私も。うん、なんか手玉も落ちてるとはいえ、私はこっち好きですよ。前は 50% で2400だったんですよ、うん、今回 70% で1500のっていう、その振り分け割合が1500でも 70% で取れるから意外とね取れるんですよ。てかめちゃめちゃいいですこれ、当たりです。24、いいっすね、いい台だ、いい台だ。いや、いい島行ったと思いますよ、うん、ここら。あれですよ、軍団の法則まで増えるかどうかわかんないですけど、はい、覚えてますか。人が多いとこ行きゃいいんですよ。そうね、それはありますよ。それは間違いない。だって僕ら今日初めてですから、うん、今日相模原さんは、ね、はい、そうそう、覚えてますよ、応援。はい、あとは、あ、負けたら冷たい、冷たい風呂。そうそうそう、それだけで今決まってる今のところはね。そう、まあ、今日今追加でね、人が多いところにまず行く。でもあと軍団長のね権利、はい、だから今日大チャンスじゃ大チャンス、パチンコはやっぱ一撃がすごいから。確かに、あーダメでした。なるほど、あー残念。まあしょうがない、うん、でもまあ、うん、いいですよ、あとは500円で700玉取れたと思えば。確かに、意外とこっち座れたことで今日とんでもないこと起きんじゃねえの感は。だしスロットだけじゃないね、やっぱね。あ、そうね、パチンコもちゃんと頑張ってくれてるから。あんまり現状のこのパチンコ業界のことであんまり言えないこともいっぱいあるじゃないですか、まあ、そんなこと言ってもよくないと思うんだけど、はいはい、まあ、これは P 入ると思うけど、これ X なんですよ。だからパチンコもいいらしいです、めちゃくちゃめちゃくちゃ優秀じゃん。そうなんですよ、神奈川で。あ、そうか、そうだからいいんですよ、これでそれなんだ。だからめちゃくちゃ多分いいスポーダ、20円も待ってますよ、はい、シェイク飲みたくない。あ、飲みたいです、シェイク。先にラッシュ入った方が勝ちでいいんですか。
で世界で一番住みやすい気候の国ってどこなのって知らない？だからあのイタリアとかあっちで。おエクスビオだ竹内。はいはい。俺それすげえ好き。わ、うん、かる。3とか来た時ね、もうたまんないよ。意外とタイとかその辺なんだ。ああそっち系ね。でも湿気多そうだな。いやあると思う。でも、ね、湿気多そうだ。中国とかどうなの？あ中国は広い。赤堀取ったここで。いやこれあるよ。まだ決戦あれ行く前に。なってくれたから、そう今疑似さんってこれ継続か覚醒か継続はしたか。いやこれある。北斗武装ってちょっとしたことで当たるし、結構熱いのも外すし。そうそうそうね。継続で疑似さんで、やっぱね覚醒する前に赤捕虜になってくれてるから、これはねちょっとチャンス。金までか。ああ当たる。あ金までいった。いやこれ当たる当たる当たる。いけるいけるいける。しかもここ赤で金までいってます。これ当たる当たるいけるいける。ああ結局キャミかって言いたい気持ちもあるけど、朝一この速さで当たってくれるならもう全然、ね、とりあえず余裕を持ちたいです。そう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 、まずお互いしっかりと余裕もと、はい、落ちない出たクリーと同じ展開ね。うわいや変わんない。怖い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 。意外とただね赤テロップ。あの話を続けていいですか、こんな大事なところ。すっごい大事なとこ。これだけ言っていいですか。もう国これだけ言っていいですか。いやいやいや、はいはいはい。アメリカの西海岸めっちゃいいらしいです。あでももう、はい、かっこいい。西海岸ロスの方ですね、はい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 、平均気温18度。あいいですね。2位がオーストラリア、3位がイタリア。はい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 。まあ、あんまこれ以上騙しないです。おかしいおかしいおかしい。いや大丈夫です。最後文字だよ。あれも落ちなかったんですよ。あ、マジ？あ、俺と一緒だ。一緒パターンです。文字文字文字。でも黄色で。最悪キリンもらおう。うわ、やば。そこもらおう。最後ここ。あー、ラオラオラオ攻めて。よしよし。いや、まあ、まあ、な、押しちゃった。いやいや、まあまあ、押してます。まあ、でもこれはね、50% でなるから。そうそうそう。100円の 50% だ。いや、80% あるからね、キーホイール。勘弁して、当たってよ。大丈夫。おお、よかった。よかったよかった。ひとまず意外とないと思いました。ちょっとね怪しかった、はいはい、でもでもでも82回で。いやこれ4500円。4500円、はい、いいですね。やった一応ね裏ボタン押しちゃってならなかったんですけど、まだね分かんないですよ。一応確変時の 50% あれなったらラッシュ関係ないっけ。ラッシュだったらラッシュですね。ラッシュだよね、はい、でもなるのも確変時の 50% なんで。ここ無理やな。ストップして欲しいな、マジで欲しいな。でもキャニー当たりそう。あー戻って。まあいいでしょう。通常か。いや最初に終わらせておきましょう。嫌なもんは。はい、いやでも早い、やりましたね。いいですよ。700玉ぐらいはもらえるから6ラウンド。きたー。えよし完成させるよ。完成させるよ。あれ来ないもんね。来ないです、あんまり来ない。あーあレインボーだー。あ、シェイク言わなきゃだった。思い出した。でもでもよかったね。 あなたこの番組強いね。なんかこの番組すっごいねいいですよね。あなたが出してくれた玉全部でも嵐に行ってるんだよ。ここからまだ行ってるんだ。確かまだ行ってるのか。まだ行ってます。継続して、はい、もう流れてってるんで。であいつが止めてるんであそこで自分だけ。いや、はい、誰かに渡してる。やつ止めてるんですよ。せめて循環させて。循環しないんですよ。誰で行こうかな。リンリコバランス型が好きで。いやすごいね。いやでもねまだまず1回取んないと。 ST に1回取ってから褒めてください。いや言うとキャミン2連勝してる上でここでラッシュやっぱ入れない側と入れる側だからこれは強いよ。よし頑張るよ。ST130 の71分の1だ。71か。あーいい。ロング ST 好きだ。ロング ST が大好きだ。あーやべなくなった。やっぱね、ST 機1回取ってからじゃないとね、心から喜べない。キャミ、はい、ちなみに、うん、ちなみにですよ、はい、私今、うん、マイナス2600枚。ごめんなさい、まあでもまあ2600枚。キャミがプラス1894枚だから、やっぱ今日3000枚ちょいで5000枚到達するので、
3000回ってことは、まあ、1万5000発くらいあれば、うん、全然できる。71分の1でしょ。84% だからね。 80% 増えとったことないよね。 84% 褒める。めちゃ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 ビビってんじゃん。いやだ、せっかく入ってんのにさ、もったいないよこれは。わかるわかる。いやわかるよ。あーお、なんもなく。いや煽ってたのよ、何ゲームか前から。いった、いった、めっちゃいった。いや俺も行くと思わなかった、青だったから。まあでも行ったわ。熱っ、これ結構高いよね。高い、期待値。まあ、いきなり赤ね。ラオウね。あ、あるな。チンゴ流になんないかな。北斗城に2対1の戦いはないのよ。北斗神拳にか。疑似さんします。いや、めちゃくちゃ熱いよ。あ、いいよ、赤くて。金保流変わんない。もう、キリンのあれなんか落ちてこい。いいよ、赤で。はいはいはい。いや強い強い強い。軍は軍は出ない、軍は出ないね。おお、運命の人だ。俺これ結構嫌なんだよな、嫌なイメージが。あー、でもタイトルは通常、ね、いやでも基本的にはめちゃくちゃ強いよ。そうそう、最強、最強リーチですからね。だからキリンの背景が出てくれればね。でも俺今日大丈夫な気がする、うん、俺今日2人でめっちゃ勝つする。なんか今日ね、いい流れで来てるもんね。頑張れ、キリン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 。赤赤赤、いいよいいよ、全然いい。キリン背景、キリン背景、キリン背景。あー、通常か。いやでもでもでも、いや全然ある。復活復活復活。俺めっちゃ余裕ぶっ壊した内心。復活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 。行くな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 。堀行くな堀行く。おし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 。わー、耐えた。追加1000円。おー、1500円。いやこれは入れようよ2人で。さっきで取ったからね。通常は持たれだしない。おすごい。するめっちゃいい。え、本当に止まって。俺これちょっとエンブレム完成しない。いやあれなかなか来ないけどね。そう、めったに来ないんですよね。いやマジか、来るな、もったいねえ。なんかいや大丈夫大丈夫、みんなみんな気持ちを一緒に、みんな気持ち一緒にしてください、赤保留に変われと。はい、みんなに言ってます。みんなここにいるみんな、はい、もちろんスタッフは多分何とも思わないですよ。応援応援、みんな応援、頑張れ。そう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 、頑張れ。応援、声聞こえないよ。ふざけてましたよスタッフが。嘘、こうやってやってました、カメラの前で。ちょい待って待って待って、おい、ちょい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 、なんか来い、なんか来い。待って、レジ1回もなし、ひどすぎる。終わります。ひどい、本当にひどい。ひどすぎる。すげえひどいことされた感じで喋ってるね。ありえないんですけど、ひどいんですけど。ギャルじゃん、ギャルじゃん。別にさ、俺ら全然今日金使ってないじゃん、はい、だから全然実際いいんだけど、はい、すげえもったいないことした気づらない。そう、これ後々響くやつですよ。そう、後々響くやつですよ。長くね。さあ、これ1なる。おー、びっくりした。当たった瞬間にシェイク変えに行くぐらいのことするべきだったかもね、マジで。確かに、そうそうそう、本当に。そっか、そういうきっかけでね。そういうことなんだよね、ちょっと時間を。そっか、流れを、ね、というとこまで考えちゃうよね。軍団ってやっぱ大変、忙しいな、軍団って。忙しいですね。考えるな、いろんなこと、軍団は。じゃあさ、今日さ、前代があったりするわけじゃん。これまあ、まあ、分かるかどうかは分かんないよ、昼ぐらいでも。はいはいはい、パチスロコーナーの前代系、はいはい、何か予想しましょう。
か全体系だったら二分一が、はい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 、あるっていう話ですよね。二分一もあるってことね。まあでも二分一分かりづらいと思うから、でも全体系となったら正直台数そんな多いとこできないかなと思って。でも7月7日っすよ。41台カバネリ全力とかはさすがに分かんないけど、やっても2分1じゃないですか。北斗も58台ありますから。意外と北斗私やらないと思うんですよ、ね、まあ人気あるし、ね、うん、人気あるし、チラシではやると思うんですよ絶対に。6も、まあ、幼女戦記とかもやってそうだけど4番。いや俺ねキャミじゃそっち系だと思った、うん、俺ね逆に15台とかその辺いってると思う。あ逆に今日のあと鏡、あ鏡はだけで6でもちょっとなあれだから意外と。いやでもな箱使わせたいか。スロットそのソードアートじゃないですか最近やっぱ人気だし。でカバネリは2分1やりそう。ああ全然あると思う、うん、箱のこととかも考えたらね箱を使わせるのかなと思う。どうせ6全力とかにするから派手じゃん、うん、数字だけじゃない方が。もうあなたがエースだよ。お願いします。エースじゃないよ軍団長だよ。エースなのはもう分かってるから私は軍団長だよ。これスマスロになったからさデータカウンター一発でパーンとは分かんないよね。やっぱり普通に出てるよな。カバネリなんてそりゃ無限にはできないもんな。あー厳しいね。ハーデス電力はないな。ハーデスの電力は消えた。あこの辺あるかも。ギアスとか寝台で結構確実に出てくれるのかな。どうなんだろう。でもビッグに寄らなきゃ勝てないのか。こういう日に番長ゼロなんてやめてよって思っちゃう。まあやめなんてって言い方失礼だけど、まあ、俺が好きじゃないってだけで。鏡は午後の本命。あでもグラフだけ見てるけどそこまで初当たりでハマってる台なんてないし、まあでも全体的には入ってるだろうからな。なんとも言えねえよな。そらまだ分かんねえわ。いややっぱ難しいですかね現場にいると。多分稼働もいいから出ているところもすごいあって悩ましかったのかもしれないですけど全体系1個も当たっておりません。一つの正解は、まあ、窓か前後編。これはですね6台中最終的にですけど6台中6台プラスで平均4487枚。ただ窓か前後編はね分かるんですよ。気づかなくてははなはな全シリーズが全部でした。これは気づいてほしかったと思いますね。はなはな転生と6台中5台プラスで平均2213枚出てました。でキングハナハナにおいては、平均2213枚。まあ21台あるうちの18台がプラス。ここはね気づけたんじゃないかなと思うんですよ。で箱使わせたいっていうことも言ってたんでそこまで見ていけばもしかしたら。ただ多分ハナハナとかあまり興味なかったからそこまで見に行かなかったかなっていうのが正直な感想なのかなと。まあただあれですね、結構駆動武装が良かったんで、あの時点で移動するために深くパスローを見るっていう感じでもなかったので、まあ、しょうがないのかなと思ってます。ありがとうございます。いやいや美味しそう。いや美味しそうよ、うん、なんかあの ST のせいで流れが変わった気がする。もうあそこからこの台は命を失ってしまったのかもしれない。1万円なくなった。でも今1万円なくなったから。このマシン来ましたよ。あ、おっと。何言ってんすか。あ、出てる。いった。おー、頑張れ。あるあるある。これあるぞ。意外とあるんだよ。あるある。カットイン出ればいいな。本当にあるんだよ。キリンカットイン。本当にあるのよ。あーあーあーこのタイミングで後半へ続く。わかりました。なんでなんかそういうとこだよ。
なくはない。いけるかも。いけるかも。ああ悔しい。ちなみにこれ芝かも。そうなんですよ、運び身が近くて俺だと、いや、本当に感謝してます、すいませんってなんかたまたま単発を押すと